高玉駅は山形県天市大技長岡にある東日本旅客鉄道を追う本線の駅である山形線の愛称区間に含まれているかつては客車列車の大部分と起動車の一部が通過していたが山形新幹線の新庄延伸に伴い普通列車が全て停車するようになった駅名は開業当初当駅が所属していた高玉村から取られているが読みが異なる 駅東に残る高玉の地名も高玉と呼んでいる。周辺の道路標識には高玉とローマ字で綴られているが、JR 東日本では高玉としている。しかし、駅の利用者や車掌の大部分は高玉と呼んでいる。線は非常に珍しい漢字であるが、音は線、くんは正すであり、ジス X0208 にも含まれている漢字である。ただし、 この地名の線は、俗称、タモと呼ばれる、ニレの木に由来している。交通公社の時刻表では、駅開業以来、長らく手編ではなく、木編の字を使用していたが、関東地図では1975年12月号から、本文では1976年6月号から、線を使用するようになった。駅ホーム短式ホーム一面一線を有する、地上駅である。駅舎はなく、 ホーム上に小さな待合所があるのみで、待合所の中に乗車駅証明書発行機が設置されている。ホームの入り口は西側にあるが、東側からも利用できる要東西地下道が設けられている。山形駅管理の無人駅。2004年度の乗車人員は1日平均718人。駅に駐車場はない。駐輪場は無料のものが東口。 西口双方に設けられている。ありがとうございます。